死ぬこと以外できなかったってのか、救ってやることはできなかったのか。トラスティが輝いている奴が損をするのか、そんな理不尽な世の中でいいのか。
You met. Yeah. 本当に。And you would die.汚い魅力で何だって言えば、月の美しさで揺らめく海水になることはできないの。魔法が使える人間には触りたくもないわよね。病気がうつるかもしれないし、そりゃ自分が食べるパンの方が他人のより大事だよ。これほど急激に世界が色あせてきているのに、それに気づかないですって。それはあなたがそれ以上の速度で色あせている証拠ではないでしょうか。夢の中でこれは夢だ。エイズとかいう陰間だったガラスで撮った写真が時代を正確に映し出すなんてな。見る役にも相当曲がってなきゃそうは見えないはずだね。便利だけど使っちゃいけないものだって。私は航空薬しか思いつかないね。でもあんたなら何か知ってるんじゃないか。今の便利さが未来の恐怖を覆い隠していることなんて全員がうつうつ気づいている。それでも便利さを捨て去ることができないって。がつかなくなる前に内側の人間だけで真実にたどり着くことは本当にできないのか。何らかの強力な決定権を持った人たちの思惑が渦巻く中に正義を判断する基準を委ねているんだ。死ぬ間際まで演じてきた。